ただいま。散歩から帰ってきました。村松です。村松いつも散歩に行くときはこのスタイルで行くんです。嘘です。はい。今週、3週ぐらい前にこの顔になったじゃない。で、あの時に作曲なんて鼻歌で OK って言ってやったやつからだいぶ経ってますけど、皆さん曲作ってますかね、自分のテーマソングで。落ちてんのかこれ、お前しょうがねえな。でね、今週はね、そのみんなが作った鼻歌にね、詞をつけようっていう作詞の回にしようと思ってます。どうかな、作詞っていうと鼻歌を、まあ、人に聞かせるわけじゃないから、もう歌詞だって、ね、3週前にクリームパンクリームパンって構わないぐらいのこと言ってたじゃないですか。俺クリームパンのを買いに行く時のテーマソングを俺が歌ってたみたいなこと言ってたんだけど、そんな感じで、いいと思うんです。で、歌詞をね書くときに、そのみんなちょっと恥ずかしいじゃない、あ、こんなこと考えてんだこいつって思われるんじゃないかと、俺もそう思ってたから、なかなか歌詞を書くの嫌だったんですけど、いろいろ聞かれた人、歌詞カード読んだ人に、あ、こういうふうに思われてるのかなっていうようなことを考えた時期は歌詞が書けなかった。で、それがまあいいわと、どうせ俺らが洋楽世代だから、外国の英語の歌聞いてる時に歌詞の内容なんか全然わかんないで聞いてたんだから、で、まあまあ日本の歌をパッとコンサート見に行って友達の歌を聞いてても、まあ一回聞いただけじゃ全然聞き取れないし、だからもうまあいいのかなって思って、やっています。だからみんなにね言いたいのは、できるだけ自分がこう思ってるっていうこと、かっこいいこととかもう書く必要ないし、悲しいことがあったら悲しいことがあったっていう風に歌っておけばいい。ブルースっていうのはもうね、ブルーなこと、その悲しいことをただこう歌っていたっていうことなんでね、まあ俺の歌がね、みんな知ってると思うけど、ほとんどね暗い歌だからね、暗い歌を明るく元気よく歌ってるっていうのが俺のスタイルなんだけど、なんだろうな、とりあえず、歌詞を書く訓練として、今日のテーマは替え歌をやってみようっていう感じで、いきます。替え歌を、まあ鼻歌にいきなり歌詞つけるのはね、もうオリジナル曲を作るってちょっとなんか自分の中でハードルがこう上がっちゃうんで、既存の曲の自分の好きな歌でいいので、その歌に、自分の勝手な歌詞を乗っける替え歌を作ると、小学校の頃はさんざっぱらやってたのに大人になるとできない替え歌をやると。で、今日は今日のためにね、一曲替え歌を俺は作ってきたんで、それを披露して、あ、そんなんでいいんだって思ってくれればみんなもやっていけるかなということで、一曲、披露したいなと思います。やってみっか。嫌な予感してるでしょ。俺はね、今日替え歌と言いながらね、クリームパンの歌、クリームパンを買いに行くときにこうふんふん口ずさんでたあの歌の2021年バージョンを作ったって言っていいのかこれ。やります。ではそれでは聴いてください。作詞村松翔太郎、作曲ブライアン・メイで、クリームパンの歌2021。クリームパン、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 セイヤー。
Everybody cool!